ヘキサー RF、コニカのカメラ製品一覧は、コニカとその前身である録音者、コニシュロクが発売してきたカメラ関係の製品の一覧、パールシリーズ、編集録4 5センチメートル半、スプリングカメラ、パール2コニフレックスシリーズ、編集コニカプレスシリーズ、編集オメガ引き伸ばし機で有名なシモンブラザーズが、バーキーホトと合併の折もう一つの代表的、 製品であった6、7センチメートル半プレスカメラオメガ120の後継機の設計製造を依頼してきて発売されたシリーズ。サクラパック100と桜パック300は初めてプラスチックレンズが使用されたカメラである。他のインスタマチックカメラがかなり高価で126フィルム使用パーレットシリーズ編集大ヒットしたベストポケットコダックのコピーの一つ。 127フィルムを使用し 46.5cm 版、ベビーパールシリーズ、編集ライカ版、レンズシャッター式カメラ、編集コニカスタンダードからファイムまで、編集コニカ S シリーズ、編集コニレット35、コニカスナップ、編集コニカ J、コニカ L、編集コニカオート S シリーズ、編集コニカ EE マチックシリーズ、編集コニカ C35 シリーズ、 編集 C35 ライカハン一眼レフカメラ、編集コニカ,カイシリーズ、編集高級思向を追求した一眼レフカメラ、コパルスクエアシャッターを採用した先駆けとなった、マウントは、後のオートレックス以降のシリーズと互換性がない、FPF シリーズ用レンズ、編集コニカ AR シリーズ、編集他社に先駆け AE 撮影を前提として、開発された一眼レフカメラシリーズ。 AR の名はシリーズ初代のオートレックスの頭文字に由来するコニカ,カイシリーズとのマウント互換性はない。純正でエクサクタマウントアダプター、M42 マウントアダプター、ニコンカイマウントアダプターが発売されていた。FTA コニカアカム -1 の海外仕様オートレフレックス TC、コニカ FC-1 コニカ FT-1 モーター、AR シリーズ用レンズ、 編集ヘキサノン AR はシャッター優先 AE に対応するがヘキサノンアームとヘキサノンは対応しない。UC はウルトラコンパクト、ウルトラクローズアップ、ウルトラマルチコートレンズ、ヘキサー RF、ライカファンレンズ交換式、レンジファインダーカメラ、編集、ライカ M マウントと互換性のあるケムマウント、ヘキサー RF シリーズ、編集レンズ交換式、レンジファインダーカメラ用レンズ、 編集ライカマウントレンズの一覧コニカ、コニシロクを参照ハーフハンコンパクトカメラ、編集コニカアイシリーズ、編集コニカレコーダーシリーズ、編集スナッピー、編集コニレットシリーズ、編集初心者向けであるが安価な割には、性能がよく一時かなり売れた。35mm 幅、パーフォレーションなし、小型パトローネ入りのフィルムを使用する。しかしその後、 フィルム企画が特殊なため製造中止となり、1970年、桜パックカメラ発売の折、子のコニーレッドとの交換セールを行いかなりの数をメーカーが回収してしまったため現在市場で見られる数が少ない。なお、専用の小型パトローネは紛失しやすく、現存期でも失われているものが多い。とりっきり、コニカチミニのパトローネがほぼ同サイズだったため、これを加工流用して、 撮影に用いる愛好家もいるコニカインスタントプレス編集ありがとうございます。